大野和也です。福田翔です。第一印象は翔は、まあ、静かな子だろうなと思ったんですけど、今はそんなことないです。よく笑う、食べるのが遅い子です。食べるのめちゃくちゃ遅いから、飲み込む力は多分他の人より多分10倍弱いな。10倍弱いね。噛む力も食道多分相当弱い。相当弱いです。いつも待ってますけど、第一印象もうちょっと怖めの人かなと思って、でも喋ってみたらめちゃくちゃ優しくて、何よりめちゃくちゃ面白いです。マジで兄貴みたいにいつも面倒見てます。超楽しいです。まあショーは言わずもやっぱスピードがある、足が速い。でもタッチも繊細だし、なんで J1 で大橋みたいに2点3点取るようなバババって取ると僕は信じております。左足ですね、かけてもすごいロングボールもすごい丁寧だし。バカじゃないの、バカにしてるよ。本当だと俺だって受ける側だったらめっちゃ勝つから走りやすいですもん。ゲロ何も守備もすごい高くて、すごいいい選手だな。去年ずっとベンチから見てたんですけど、安定感すごいなと思いました。魂が入ってる、魂抜けてるね。魂汗がやばい、汗がJ リーガーに会えたこと、え、違う、そういう問題じゃない。いや、そうですね、そういうことでしょ。そういう問題です。じゃあ俺も J リーガーみたいな。ああ、そうでしょ。俺らやっぱこれからだよな。これからっすね。これから作っていくから。これから作っていきます。湘南のあの階段式のあのいつだったかな、あのフルさんとかがいなくなった時か分かんない、その時えげつないぐらい泣いた記憶がある。ええなやつ。もうなんかマジで涙止まらんかったって、なぜか知らんけど自分しゃ一言も喋んないのに。あれめっちゃ泣いたわ。あれっすよ、だから重めの話になっちゃうんですけど、首になってます。重いなぁ。重いっす、重いっす。笑えなくなってます。笑えなくなってます。でも全然今は笑えてる。まあ確かに、まあ、それがあるが今があるから。そうっす。デビュー戦でしたっけ。デビュー戦はあれ広島かな。アウェー負けた記憶しかない。それしかない。緊張はピッチに入ったその試合だった。ああ、さすがっすね。楽しみだったかな。いい緊張感の試合だけど、負けた気がした。自分がどんなプレーしたか覚えてない。選手がロマストの時にデビューして、で J1 が浦和レッズの時にデビューしました。その時はもう残留の形だった。初めての J1 だし、すごい好き。いや、カズ君にはもう、お前が最後の起爆剤になったねって思い出すもん。うわーって嘘心の中で。その時まだあの、俺シャイな時期だったから、もう心で、うわーっしゃーってきた。真田？俺も真田君でめちゃくちゃ好きじゃん。全てを見てでかいから。確かにね、でかいね。でかい、足もでかいし、背もでかいし。足めちゃくちゃでかいし。足でかい。びっくりした俺。31回目よ。そんな靴、どこに行ってんの。間違いないです。すごい、ね。びっくりした。せーの、最後。真田お前、さら言われ感ないぞ。めちゃくちゃ焚き火とか拾って。確かに。してください。焚き火上手そう、あいつ。真田って、確かに。強そう、強そう。太陽、なんとなくいいなと思って。癒しっすよ、なんか。癒しではないけど。本当っすか。なんか働きそうじゃないっす。確かに祈りますよ、ね。うん、パンツでした。気持ちさえはいけるし、気持ちさえはいけるし、うん、楽しい、うん。地元は夜桜がすごい。夜桜、高田公園、日本三大夜桜、桜がすごい。すごい。もういいね、夜桜最高。
みたいな。コクラジオとかじゃないですか。コクラジオ、あのコクラジオの桜がめっちゃ綺麗です。お前バクんねんお前。桜。桜どこも綺麗だろ。注目しなくてもいいから勝てればいい。俺は。お前はいいじゃん、テントンとかさ。じゃあ俺も兄貴と一緒に魂持って戦わせて見てほしいです。バカにしてでしょ。いやしてないじゃん、マジで持ってる。ショーはマジで点決めてほしい。決めたいっすね。ショーは点決めてほしい。以上、大野和成でした。以上、福田翔でした。バイバイ。